原作版の仮面ライダーブラックで石森さんが何をしてたのか、すごい面白かったですね。仮面ライダーってそもそも何なのかっていうことに向き合う話になっていますよね、うん、これ。そんな話だったの？そうなんです、うん、原作は。つまり未来も怪人が生み出し続けられる暗黒時代が続くと、で自分がその中心になると。だとしたら自分を消さなければいけないんだけど、消そうとしてる自分って誰なんだって話になるわけ。でそれを最後のコマに教えてくれ、俺は誰だって叫んで終わる。原作版の最後のコマはこれなん。でしかもこれ沈没する日本丸の上で立って叫んでる。沈みゆく日本っていうのが非常に70年代か80年代ってなって、バブルで上がってはいるんだけど、物を考えなくなっていく、自分の意思で生きなくなっていく、つまり日本全体が思想的に沈没していく時期だった。それで教えてくれって言って、俺は誰だっつって投げるって。だからこれは石森先生が最後のライダーで読者に向けて、俺が書いた仮面ライダーの意味をお前ら分かるか、ドーンって投げて、はいおしまいって言いなくなっちゃった。